照合。該当データありません。現在970ヘクトパスカル、南南東の風20メートル。ソナー感度良好。所属不明艦、速力20ノット。3番モニター不調。潮のせいだろう。今切り替える。レンジはこれでいいか。ありがとう、良好だ。所属不明艦、依然捕捉中。速度方位変わらず。艦長、これは U の新型潜水艦に間違いありません。やはり U か。しかし2隻の合成開口ソナーから逃げることはできないぞ。今までのデータを移送分析機にかけてくれ。相手との接触推定時間は出たか。現在計算中です。所属不明艦、速度を落としました。追跡に気づいたか。一体何を企んでいる。ジャック・バンスへ通信。所属不明艦が速度を落とした。意図は不明。油断するな。意図ははっきりしてるさ。諦めたんだよ。のこのこ浮上してきてみろ。蜂の巣にしてやる。奴らまだ追ってきます。しつっこい連中だ。そんなに死に急ぐか。マウスキッドの発射はいつでも可能です。レッド帝国、できるならこの美しい海を怪我したくはない。それをしたら上の連中と同じだよ、アーサー。帝国、愚かな連中と同じ道を歩みたくはないな。ソーノキル発射。方位180、距離1500でキラーシステム作動。ソーノキル発射。はい。ターゲットに接近。攻撃できます。よし、浮上させるぞ。警告攻撃、よーい。敵艦より魚雷発射確認。方位330。何？ターゲットを落とした。なんだ。おい、今のは一体。ソナーが聞きません。直ちに回避行動に入れ。むざむざ死に急ぐとは愚か者め。なんてことだ。エドワード・ジョンストンが一撃で。何してる。昔いっぱい全速対戦爆雷発射急げ。もう遅い。血が海に流れてゆく。無駄な血だ。神よ、許したまえ。
ナだぜ。うわあ、すげえポンコツ。なあ、知ってる？ドンガメって呼ばれてるのさ。へえ、ドンガメか。いまだに旧式のディーゼル艦じゃしょうがないさ。707ってまだ現役だったんだ。いいなあ、潜水艦。知ってる？最近小型の特殊潜水艇が作られたって話もあるよ。ならもしかすると俺たちがパイロットになるかもしれないぜ。え、何の話それ。あやみ艦長、生意気に機関の航行の無事を祈るだそうですよ。まあそう言うな、南郷。いずれあいつらがこの艦に乗ることになるかもしれんのだから。聞いてますよ。おった。やられた。しかしいいんですかね、遅刻ですよ。このドンガメじゃ無理はできんよ。この国の偉いさんたちは本気で PKN に協力しようなんて思ってないのさ。さて、そろそろ潜るとするか。先に行ってる。副長、あとは頼む。了解。先行用意。先行振動45m、下げ舵20度。先行振動45m、下げ舵20度。先行振動45m、下げ舵20度。舵戻せ。舵戻せ。水平。水平。こりゃすごいや。すごいですね。海の竹下通りは大にぎわいですよ。そういえば山田の家は漁師だったな。はい。惜しかったな。今網を打てば大漁だったのにな。あ、いや。あれ、異常音探知、方位93。何だって？モニターに出せ。もう少し感度を上げてみろ。君、これは鉄砲エビだよ。にしては深すぎないか？ここら辺でもたまにいますよ。その部位、順調に作動中。歌声も歓迎も捉えています。向こうはまだ気づいていないようだな。もう一度鉄砲エビを撃て。偽装ピン、はい。感度あり。音紋データとの照合
完了。このシルエットからするとインドですね。これで PKN に参加する艦の歌声は取り終わった。そろそろ表敬訪問せねばならんな。PKN 加盟各国の代表者諸君、昨年8月のパナマ運河への海洋テロに始まり、ジブラルタル海峡封鎖、ロンボックを中心としたマラッカ海峡における軍用船舶沈没事件など、 USR を名乗る謎の組織によって我々は長く辛酸を舐めさせられてきた。そして今、その USR を葬り去るべく、国家間の利害を超えて PKN が組織されたのである。ノルウェー、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、ロシア、中国、インド、エジプト、日本、この11カ国もの国々が手を取り合い、持てる兵力を供出し合い、今まさに海洋における PKO とも言うべきピースキーピングネイビーが誕生したことは、まさに新しい海の世紀の始まりとも言えよう。我が PKN に参加する各国精鋭をご覧いただきたい。フランス海軍代表メルキオーレ、艦長はピエール・モレル中佐、ドイツ海軍代表ゴータ・ウェルフト、艦長はヴィルヘルム・フリードリッヒ中佐、イギリス海軍代表キャシュロット、艦長はジョン・バリンジャー中佐、エジプト海軍代表マンスーラ、艦長はペッタメール・アッシャーブ・サダド中佐、ロシア海軍代表アドミラル・ロジェストベンスキー、艦長はアレクサンドル・セミョーノフスキー大佐、インド海軍代表ガンガ、艦長はマハバリアナスン中佐、中国海軍代表シン410、艦長はマオズンハイ中佐、イタリア海軍代表ボルケーノ、艦長はルコマリソル大佐、続いてアメリカの最新鋭原子力潜水艦グレートガーディアンが浮上します。グレートガーディアン、いいじゃないか。偉大なる海の守護者だよ。艦長のハワード・ブーンはメダル・オブ・オーナーとネイビー・クロスを授与された優秀なサブマリナーだ。 USR を壊滅させることなど我がグレート・ガーディアン一貫でこと足りるわ。なお、最後まで議会の調整に手間取っていた日本もつい先頃ようやく艦艇教室を決定しました。ご紹介しましょう。日本の707号です。ポイント 93M に新たに艦が浮上してきます。変です、識別信号を出していません。日本の艦じゃないのかね。いえ、お待ちを。
我々が鳥を取ってしまいましたね。まったく何をやっとるんだ。おう、あれを。おう、聞いていたのよりでかいな。あれが707か。そうですよ。ほら、セールに漢字が書いてあります。若者ども、慌てておるわ。のんびり式典なんて、攻撃されるってことを考えないのでしょうか。自分たちの力が絶対だと思っているのさ。なぜ攻撃しない。艦隊が密集しすぎです。今攻撃すれば領艦に被害が出ます。閣下、私は戦闘ブリッジで指揮を取りますので、これで失礼させていただきます。列強を名乗る国々の諸君、諸君らが富と力で世界を支配するなら、私は同じ富と力によって諸君らを破壊してみせよう。美しい海を人が支配する時代は終わりを告げたのだ。 UX との距離は200メートルです。至近距離に PKN の旅館が多数配置されています。各国代表が命令系統の確認を求めていますが、直ちに各国艦艇に退避命令を出しなさい。了解。素人の集まりなんだから、 PKN などと偉そうに言っときながら戦いが全く分かっていない。敵潜水艦は本艦隊下げ9時から6時方向に向かっている。進路上の艦船は直ちに迎撃態勢に入れ。中国代表が臨時指揮権を求めています。黙らせなさい。指揮系統をはっきりさせないうちに式典なんか強行するからよ。一体何をしているの。まだ確認できません。あいつが多すぎる。待ってください。こちらの耳を潰しに来たわね。直ちに応戦態勢。何？なんてこと。邪魔な艦はなくなったわ。直ちに発進しなさい。機関出力4分の1、微速前進。本艦は直ちに第2トランスフォームに移行します。甲板上の航空機を速やかに格納せよ。全艦潜水艦構造に移行。全デッキ閉鎖、イエローアラート。補充リアクターにエネルギー充填。耐水圧核兵器クラッシュダイブに備えよ。敵空母6ノット半で航行中。この UX から逃げられるつもりか。図体がでかいだけの張り子の虎に過ぎないということを分からせてやる。エクスキャリバー発射準備。特殊魚雷エクスキャリバー発射準備。潜望鏡深度に浮上。己の弱点も気づかずによくも軍人が務まるものだ。エクスキャリバー全弾送電。待て、一発でいい。この一発だけで。どんな鎧にも喉笛はある。艦長、魚雷が接近してきます。たった一発で何をしようというの。この艦を沈めようとするなら
魚雷の100本でも足りるものか。魚雷芯の判明、中央部第17排気ダクトです。しまった、リアクターの冷却システムを破壊するつもりか。右転台いっぱい、急速回避。間に合いません、命中まであと40秒。ダメか。右舷側面より急速に接近する艦があります。これは707号です。707なのか。707か、覚えておこう。アポロノームは無事か。何号、お前も無事か。よかったよかった。艦長、お怪我を。ああ、俺の傷は大したことないよ、あいつに比べればな。よくやった707。東京からお客様です。南郷さんですよ。南郷くんが。よう南郷、久しぶりだな。わざわざこんな遠軽くんだりまで大変だったろ。艦長こそお元気そうで。まあ座れ。お怪我の方はもう大丈夫ですか。ああ、なんとかね。まだちょいと痛むがね。遠いところご苦労様です。どうぞゆっくりしていってくださいね。南郷さん、お酒いけましたよね。陽平さん、今日はあれを出しましょうね。おいおい、あ、まあいいか。ああ、そんなに気を使わなくても結構ですよ。まあそう言うな、今日はゆっくりしていけ。ああ、ただいま。え、あゆちゃん。ほらあゆ、お客様だぞ。挨拶ぐらいしていきなさい。はい。いらっしゃいませ。じゃあ。なんだあいつ、どうしちまったんだ。なあ南郷くん。お、どうかしたか。あ、いえ、なんでもありません。いや、立派なお嬢さんですね。お母さん、あの人誰よ。はいはい。またパパを遠くへ連れて行っちゃうの。艦長、こちらではいかがお過ごしですか。丘に上がっちまったらやることなんて何もないよ。退屈なもんだ。おお、来た来た。どうぞ。はい、いただきます。久しぶりにゆっくり飲み明かそうじゃないか。ええ。南郷さん、どうしました。あ、
あ、いえ、何でも。どうぞ。あ、はい。ああ、お父さん、もう行っちゃうのか。そうですか。でも、みゆきさんの手料理なら何でも美味しいですよ。南郷さんたら。ところで、何か用事があったんだろう、南郷。そうでした。実は、間もなく就航する心臓艦の艦長にとお迎えに来たのですよ。おいおい、俺をそんな心臓艦に乗せる気かい。傭兵さんが行かなきゃいけないのですか。わかったわ。行ってらっしゃい、傭兵さん。みゆき、いつもすまんな。いいえ、それがあなたのお仕事ですから。またしばらくはうちを留守にすることになるな。後のことは頼むよ、みゆき。それと愛のこともよろしくな。お父さん。それじゃあ今日は一晩中飲み明かすぞ。傭兵さんたらもう。はい、とことん付き合いますよ。艦長、艦長、あれを見てください。お、707だ。お前たちが707に新しく配属されたクズどもか。そうであります。お前たちの仕事はこの船を沈めることだ。そうであります。ではクズらしく立派に沈めてみせろ。そしてもう一度浮かび上がらせるのがお前たちの仕事だ。はい。よし、それでは速水艦長に敬礼。速水艦長ってどんな人なのかな。案外デブかもな。ち、来たぞ。新兵諸君、我が707にようこそ。俺が艦長の速水洋平だ。やっぱデブだ。一度沈めたのにまたこうやって707を任せられた。俺は世界一幸せな艦長だ。そしてお前たちはその下に配属された世界一不幸な新兵どもだ。よし、クズども、全員上官。クズども上官します。僕たちが本当にジュニアに乗れるなんて。ま、俺が乗るのは当然だけどな。あ、僕乗れない。おい貴様ら、そんなとこで何サボってる。艦長に敬礼はどうした。はい。最年少の乗組員はお前たちか。ジュニア1号艇パイロットの水早健二です。同じくジュニア2号艇パイロットの日下五郎です。僕水事班の海のセンターです。ドンガメの背中に小ガメが乗ったか。しっかりついてこいよ。はい。格納ベイを閉めろ。南郷、いい船だな。ええ。チェック完了。キャン、異常なす。バラスト調整、1番から4番まで OK。 ソナー、感度良好。アンカー収納完了。艦首係留策外せ。友綱花合わせ。友綱花合わせ。火事中央前進、機関出力1/2。707号、
出航。慣れなくなるぞ。富士山をよく拝んどけ。また帰ってくるからな。富士山、元気でいろよ。3人とも元気にしてたか？当たり前だい。パパ、ケイタひどいのよ。レイったらやめなさい。ママ、パパが帰ってきたよ。ユウ、お帰りなさい。もう3ヶ月になりました。マコト、私は約束するよ。お前に美しい地球をプレゼントすると。そういう意味じゃないのよ。そうよそうよ、知ってるよ。連中遊んでますね。これじゃ習熟訓練になりませんよ。なに、そろそろ遊んでもいられなくなるさ。え、ほほーですね。イエーイ、ドローマン、やったな。あと50メートルだ。わかりました。二人ともよく聞け。五郎は真水の層に突っ込んだんだ。海水とは比重が違う。海の中に真水があるんですか？地下水が湧き出しているところもあれば、川が流れているところもある。そのためにも地形をよく見ておくことだ。何のためにジュニアにキャノピーがあると思ってるんだ。海の中に川があってさ、河口から何キロも続いてるっていう話は聞いたことあるな。それじゃ次は川に落っこちないようにしなきゃな。だけどよく見とけったってな。あ、you
どうした？駆逐艦みたいです。艦名はデム・ジョン・ハリス。先月 USR に沈められたアメリカの駆逐艦だ。ハリスンのグッドウィン艦長はお知り合いだったのでは？まあな。ジュニアの回収地点へ向かえ。あ、はい。愛が立った。鈴木さん、つまみ食いはダメですよ。よくわかるな。足音でね。センター、コロッケまだか？はーい、すみません、あと少しです。上がり具合を見なくてもいいのかい？コロッケはね、歌うんですよ。もうできましたよって。コロッケのキャビテーションか。後藤さん、ちょっとセンター借りるよ。お、あ、ちょっとコロッケがまだ、おい鈴木さん、コロッケどうすんだよ。だからね、と、そういうわけなんだ。そりゃすごいじゃないか。そうだよ、備え員なんて立派じゃないか。コロッケあげてるよりいいよ。炊事班はね、1日4回みんなの食事を作る最も忙しい部署の一つなんだよ。そっちの方が良かったのか。ソナー班もいいんだけどさ、もうコロッケのつまみ食いができないかと思うと。センターらしいや。TKA の本部から入電です。明朝0700までに作戦予定水域に到達されたし、無理だって打電してやりましょうか。 PKA の対戦艦隊はグレートガーディアンを中心にしてる。向こうさんの速度に合わせてこっちの速度は無視してるからな。完全にミソカスですね。南郷、どうして亀はウサギに勝てたと思う？途中で諦めずに努力し続けたからでしょ。違うな。相手の状態と自分の状態を冷静に比較して判断する頭があったからさ。つまり、我がアメリカ海軍の最新鋭テストモデルを供与し、彼に働いてもらおうと。どうやらレッドは早見に目をつけたようだ。すでに彼は PKN の所属なのだから、日本を説得するのはたやすい。つまり？おとりですな。彼はその任に適しているのですか？もちろん。早見は私の古い友人であり、世界でもトップレベルのサブマリナーです。あなただってそうでしょう、ギルフォード艦長。いい勝負ですな。演習で我が軍の源泉が彼のディーゼル艦に何度後ろを取られたことか。いずれにせよ、今回の作戦が成功すれば、その必要もなくなるでしょう。なるほど。今回はグレートガーディアンがおりますからな。いいデッキの機体、こちら急げ。飛ばされるぞ。3番用意、これより完了しました。以下スターバンを上げセンターデッキより降爆フライです。これより発進します。発進。
素晴らしいじゃないか。さすがグレートガーディアンだ。これだけではありません。我が艦には最高の頭脳が登場しております。誰かね。ご紹介します。アーノルド B です。アポロ11号4番目の乗員デビッド B の直系の子孫アーノルド B です。人間の数百倍の計算能力を有し、感情に支配されず冷静に判断することができます。こんにちは。私はアーノルド型人工頭脳です。準小閣下、ご機嫌いかがですか？まるで人間のようじゃないか。これならテューリングテストにも合格できるんじゃないかね。当然です。なお最初の質問からイエス、イエス、ノーです。なんだと？命令に従うのか、作戦指揮はできるのか、ミスはしないのか、あなたの心に浮かんだであろう疑問です。違いますか？素晴らしい。その通りだよ。当然の論理的帰結です。アーノルドにミスはありません。アーノルド君、君がいれば勝ったも同然だな。しばらく外すが、あとは頼んだぞ。わかりました。お任せください。ブレインシステム正常に作動中。リアクター出力 80% で安定。アーノルド、今回はお前の作戦通りに行う。作戦は完璧だな。完璧です。現存する艦艇で我がグレートガーディアンを撃沈することは不可能です。不可能か。それはいい。進路、アーノルドの指示に従え。ロジャー。ハワード艦隊交戦中。マイケル・リンドン大破。リチャード・シナウザー撃破。ゴチン、圧倒的に不利です。構わん。敵の親玉を叩けばいいのだ。我々はそのために向かっている。アーノルド、敵の主力はまだ見つからんのか？ただいま情報を解析中です。すでに UX は 80% の蓋然性で潜伏海域を狭めつつあります。まもなく結果が出ます。こちらマイク・マクドゥーガル、巨大多数飛弾小2トンです。現在敵と交戦の。キルベルト・ライヒ、応答してください。友人ミハイロフ、被害状況はよろしいのですか？本体は全滅してしまいます。ジェームズ・ストロン撃破、ゴーチン。雑魚はどうでもいい。親玉を探し出すんだ。当然です。私にお任せくだされば全てうまくいきます。あの艦にはお前の兄弟が乗っているはずだ。そうだろう、ゲーデル B。 はい、その通りです。ゲーデル、お前の哲学は？任意の刑が与えられた時、その刑の内部では証明できない命題が常に存在する。ではそれを証明してやりたまえ。総合終了。間違いありません。 UX です。バカめ、尻尾を見せおったな。アーノルド、 UX を追い詰めろ。もはや袋のネズミも同然です。もう逃がさんぞ。貴様は俺の手でひねりつぶしてくれる。巨大接近、ライス2、ホイ丸40、距離1500。バカな、どっから来た？発射地点不明、歓迎キャッチできません。緊急回避。
機関1、確認できません。さらに魚雷接近、雷数4、方位140。またです。どっから撃ってくんだよ。どうなってるんだアーノルド B。 ありえない事態です。探知不能の敵から攻撃を受けるなど私には証明できません。回避、火事が効きません。魚雷さらに多数確認、衝突まであと10秒。なんということだ。全て終わったな。どうしました艦長。いや、何でもない。まさか出力アップだ。最大戦速で作戦会ゲームかい。
そう。